立ってる。空に伸びてるあの光は何だ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、しっかり。はい、もう
怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや怖えよ、そんな想像してたのかよ。わ、俺の帽子がねえ。見つけた時にはなかったな。まいったな、どこに行っちまったんだ。あ、サニー沈んでんじゃねえか。うわっ、あぶねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ、中でなんか光ってるみたいだぞ。うそく。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない、探さねえと。ナミさん、ゾロとブロックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけてゴール。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるかルフィ。この辺りには見当たらねえな。他のやつ、この辺りには見当たらねえな。他のやつらのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミたちいたか。いや、
この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ。ここは岩が崩れちまってる。あいつらも島の奥。おいウソップ、これサニーの怒りじゃねえか。ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しょうがねえ、俺もついていってやる。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ。みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ。おい、いたか、ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ、みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょうルフィ。この辺、かすかにナミの匂いがするぞ。本当か、チョッパ。ナミの匂いは、この洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。Yeah.
よし、行くぞ。なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。よし、行くぞ。お前たちの相手は俺だ。マナーがなってねえの。やるぞ。くらえ。うわっ。この勝負最後に勝つのはおっぱーし、おら。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。おー、サンジ、飯。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング。よし、飯にしよう。どっかに肉。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、
今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパー、こいつも俺たちに出ていけと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。止めてぶっ飛ばしてやる。やし、死ぬかと思ったぜ。ウソップ、無事でよかったな。あぶねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしね、全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや、怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ、行くぞ。
まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。いや、私を食べても美味しくないわよ。ナミがいたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。上等。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。よし、やるか。パワーでいくぞ。ムートンショット。おう、俺が相手だ。必殺火薬星。よし、ゴムゴムのガトリング。俺に任せてけ。くらえ。あお、始めるとするか。スーパー！うわ！これは負けねえ！行くぞ！そこだ！もっと強いやつはいねえのか！待てルフィ！俺は強いやつに会えない病なんだ！ちょっと待て！調子がいいぞ！
このキャプテンウソップに不可能などない。今なら納得のいく蹴りが。悪くないわね、仲間のために強くなるのも。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。サイボーグフランキーの進化。一緒か。ああ、あとは迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。喧嘩してる場合か。ナミ、てめえクソゴリラ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。おいお前、おろしちまうぞ。なかなかやるわよ。まずいわね。こいつ強いわ。行くわよ。トレインタフルール、ほった。いけるか。ドスフルール。
グラップ。効かねえな。どれどれ。いただき。俺が。ゴムゴムのバズーカ。なんで私なのよ。いくわよ。サイクロンテンポ。バースコート。今行くわ。行くわよ。俺が。ゴムゴムの。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。まずいわね、こいつ強いわ。任せて。どれどれ。いただき。オチエンタフルール、クロトワマード、ショック。パーティーテーブル、キックコース。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。ミラージュ。これは気を抜けなそうな相手ね。はありがとう、助かったわ。ナミさん、よし、ナミもゾロも見つかった。海の一流コックは技も冴えてこそだ。やったー。よし、ナミさーん、無事でよかった。迎えに来たよ。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。
げえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これはどうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがのリンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。あ、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさか、あれが海賊？こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。任せろ、フードバースター。一気に運転立て直すわよ。危ない、ジャンボーさん。何だよこれ。させるかよ。あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコロビンがいるのだ。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからん。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。
冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。出てきたな。いけるか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカー。まったく、オチエンタフルール、クロトワマード、ショック、やっと俺の出番か。三刀流奥義、三千世界。おいお前、おろしちまうぞ。俺に任せろ。強えな。塩ビマイオネーゼ鬼切れ。
まで。支援フルール。デルフィニウム。俺が。ゴムゴムの。ジェットピストル。俺は海賊王になる男だ。こんなところで負けてらんねえ。よっしゃ。悪くないわね。仲間のために強く怪物と呼ばれようと。こいつらが麦わらの一味か。なるほど。噂通り役に立ちそうではあるな。さて。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。出てきたぞ。何が起こってんだよ。次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。みんな下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違うわ、使い方を思い出せない。そうだ。おいお前、おろしちまうぞ。待ってろ。そこまで。ちょっと痛いよ。下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで。攻撃をやめねえ。やめ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。
あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる？こっちだ。ついてこい。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。まあそいつは信用でき。俺の名はアディオン。職業は探検家といったところでな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、何気に居ついちまってさ。そのままリム。誰だ？そいつだ。なあ、お前さっきのやつじゃねえか。あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船はすべて海の上です。だが嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌な奴ばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができる。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな。お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということはお前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなものだ。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んで、運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。ははは、安心しろ。そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。